サダムパテックは日本生産の競争場、シェボ場。主な勝ちクに2012年のマイルチャンピオンシップと慶応ハイスプリングカップ、2010年の東京スポーツ杯2歳、ステークス、2011年の弥生賞、ショー、2014年の中京記念。場名の由来はカンムリ名スイス時計名。2010年10月17日。 京都競馬場での二歳新馬戦でデビューし、二着。二戦目で勝ち上がると、続く、東京スポーツ杯二歳ステークスも制して、重賞初制覇を飾った。12月の朝日杯フューチュリティステークスは、グランプリボスの四着に終わり、二歳上を終える。三歳を迎え、初戦の弥生賞を制する。クラシック三冠路線に乗るが、一番人気で迎えた。 サツキ賞は、オルフェーブルの2着。2冠目の東京優春も、オルフェーブルの前に7着に終わり、秋もセントライト記念3着から駒を進めた。菊花賞では、オルフェーブルに3冠達成を許して5着。12月のナルオ記念でもレッドデイビスの3着に、終わった。4歳となった2012年。 初めの2戦は振るわなかったものの、5月12日の KO ハイスプリングカップでは、レオプライムを抑えて、やよい賞以来の勝利を挙げた。安田記念9着、秋初戦の天皇賞も8着に終わったが、秋2戦目のマイルチャンピオンシップでは直線逃げる、シルポートら先行勢をかわして先頭に立ち、グランプリボスの追撃を振り切って、GI 初勝利。 安城の竹豊も、これが、マイルチャンピオンシップ初制覇となった。12月には、香港マイルに遠征も、アンビシャスドラゴンの6着に終わり、5歳となった2013年も5戦して、スワンステークスの3着が最高と勝てずじまい。2014年も、初めの参戦は、未勝利だったものの、7月の中京記念で、マイルチャンピオンシップ以来の勝利、重賞5勝目を挙げた。 その後は4戦して勝てず、12月の阪神カップ11着が最後の競馬となって2015年1月7日付で競争馬登録を抹消された。以下の内容は、ヤビスサーチ、netkeiba.com、香港サイバ会に基づく。引退後は、ュンスタリオンステーションでタナボバとなり、2016年に韓国に輸出されて、チェジュ島に移った。 ありがとうございます。